静岡この間優勝したじゃないですか。あれはどうでしたか。やっぱ感動的だよ。中入ってたな、あそこの埼玉スタジアム満員になってさ、揺れたんだから、はい、逆転した時な、はい、あれやっぱ久しぶりに感動したよな。伊田さん、僕あの時あの解説、SBS でさせていただいて、あったな、そう、めちゃくちゃ感動しましたよ。よくぞ勝ってくださいましたっていう感じで、まあ相手がね、青森山田だったから余計良かったよな。リベンジだったんですよね。そうだな、面白い話なんだ、あれ。あれ、可能っていうのな、はいはいはい、2点目、同点ゴール決めたけんさ、その10分前に川口が帰るっつっただよ、はい、可能な、はあはあ、で、俺と沖田津がいてさ、はい、それでもう一人、あのゴールキーパーの浅野って言ったら、はい、絶対帰っちゃダメだと、絶対帰っちゃダメ、俺中学から知ってるから、すごい能力あるだよ、可能、得点能力を、な、選手に用意させろって言ったもんで、はい、こいつにさ、ゆっくり書けと、はい、ゆっくり番号を書いて、それで、オサムのところへ持ってくなっつったら、まず、はい、ずっと、で、選手はもう出たいから来たんだよ、はい、バカ野郎ってさ、もっと向こうで練習やるって、すごい練習おいでさ、いろいろ時間持たしてさ、それでいよいよ出るっていうかさ、じゃあ朝のゆっくり持ってけってさ、変わって、戦車こっち来らせねえだよ。それで時間もできるだけ持たあれ、ま、待たしてさ、オサムに渡しただよ。それで、いや、まじいなと思ったら入れただよ。入れただよ、そいつが。的中じゃないですか。それで、あ、やっぱやめたっつって。それで、あの交代するのやめとだ、そんなこう可能を交代させないでっていうか、そんなことがあったんですね、そこ勝負の分かれ目ですね、同点なんですよね。だからそういうのは分からないだよ、他の人にはな。だから王さんもそれ知らないんだよ。あ、で俺らは知ってんだよ、3人はな。だからあんた変えなくてよかったな、多分王さんも今もし分からないと思う、知らないと思う。だから経験だよな、そういうな、自分長い間の経験でさ、やっぱあ、ここの時にこれは変えなくちゃダメだとかさ、まあそういうのは今はさ、もうあんま俺あれちょっとかわいそうだもんでさ、はい、こう世間話しながらさ、おさまこっちいるじゃん、はい、起きたやつとか若いやつの話が、ここはやっぱこうした方がいいなとか、今中盤がダメだから誰か変えた方がいいなとかさ、あるいは薄く、あのちょっと薄いからちょっと厚くするために誰か攻撃的な選手入れた方がいいじゃないかって、そういうような話をするわけだ。おさま聞いてるか聞いてるか分かんねえけどさ、はい、それでちょっとヒントを与えてんだよ。でか、だからあいつに直接言うとあれだからさ、はい、あいつもプライドあるからさ、監督だからね。だからそういうようにしてちょっとこう電波送ってんだけどな。なるほど。だからハーフタイムには話してくれって言うから、あんまサッカーの話しねえんだ。だからどんな話したの？だから例えば宮本武蔵の話してさ、宮本武蔵っていうのは生涯69回でね、真剣勝負して1回負けたことないと、はい、そういう人だと、清水東に負けてて逆転した時の話はハーフタイム、昔は学園のグラウンドにプールがあったと、25メートルのプール、はい、それで選手も20人ぐらいで少なかったけど、暑い時はみんなプール入らすと、はいはい、それから全員に歩けっていう、はい、で全員何20人くらいこう歩かせるの、はい、右側にずっと、はい、でずっと歩いていくと、だん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 水が動いていくと、そうすると選手ももっと頑張って最後はみんな走ってやると、水がガンガン回るよ、はい、これってすごい大事だ。あ、そういうような気持ちでサッカーやると、だからチームっていうのはそういうことだと、一つにまとまって一つのベクトルが同じになって動いていくと、止まった水がなんていうの、走って、行くような流れになっちゃう。サッカーも一緒だった。そういう気持ちでチームがまとまれば、どんなチームでも、どんなチームでも勝てるよと、どんな相手が来てもね、はい、っていうような話とかさ、サッカーの話をしないんだよ。まあ、メンタルっていうか、そういったサッカーじゃない部分を基本的にはハーフタイムではお話しされて、全部じゃないけどね。伊田さんから見て良い選手ってどんな選手ですか？やっぱさ、自分で
その目標とか夢とかさ、そういうものを持って自分がこうなんていうの必死になってさ練習をやるやつだな。だからよく俺よくあのコンドリブルとかさドリブルやるとき見てるんだ、汗かかない選手はダメだなと思って、うん、練習だな、人より2倍も3倍もな、必死になって練習やって汗かいてる選手はいい選手になるな、うん、時々集めて言うんだよ、うん、お前のちょっと見て、お前汗どの程度、こっちお前一番かいてる、お前いい選手になるよって褒めてる、こっちはだ気がつくかどうかだ、はい、うん、そういうようなことで選手を見たいな、はい、あと目がやっぱな人の話聞くときにちゃんとこっちを見て話を聞く選手な、はい、下向いたり横向いたりしてるだから、はい、うん、そういうのも大事だな、それはもう監督の仕事で、選手のそういうものを見て本当にやる気があるのか自分の、はい、夢があるのか希望があるのかな、志があるのか、それに対して今度はスイッチを入れられるかどうか、はい、井田さんってフィジカルトレーニングとかされるんですか。もう走りはめちゃくちゃやるな。あ、そうですか。信じられないこれ。じゃあボールトレーニングだけじゃなくてフィジカルもいっぱいするんですね。まあフィジカルって機械とか重たいものを持ったり、そういうのはしないけんな、多少は腕立てとかそんなのやるよ。だから一番やるのは走りだな、うん、もう泣きたくなるぐらいやるな。あ、そうですか。鹿児島実業でやった時はその2ヶ月前に前橋でやってさ、はい、4-3 で負けたよ、はい、いい選手いたやつ、あの日立の柏レースで行ったあいつがいて、そいつらにやられてさ、それからその後すぐ負けた、頭にきて、100本走ったよ。100本、100メートル、2時間半かかったけんな、終わるまで。あ、そうですか。だから怒られたけんな、旅館の人に、はい、ご飯が冷めちゃったっつって怒られたけどそういうことやったな。それであいつら火がついたんだ。監督ってのは絶対だなと思って、それで次の日ね、帝京であって5-0勝った。帝京で勝った。はい、それで、あ、今年はちょっと優勝できるなと思って、はい、手応え感じたよ。なるほど、うん、でも2時間半も走った後の次の日に帝京に 5-0 で勝ちました。そうそうすごい。だって必死だもん、負けたらまた走らせて今度は200本になるからね俺はもう恐怖だ、そうですね、そうですね、本気だからこっちは、はい、俺はやっちゃったからさ、はい、わかりました。チャンネル登録お願いします。